映画アイザー MG どうも用心です。本日もよろしくお願いします。はい、ということで、本日はですね、こちらですね、はい、珍しくボクサーパンツです、ネオンリゾートスーパーローライズショートボクサーパンツとなっております。はい、こんな感じのね、はい、フラミンゴみたいな感じですかね、とかが乗ってる、はい、デザインですね。僕普段ねあんまりボクサー買わないんですけど、あのね、この柄がすごい可愛いなと思って、ボクサーだけどちょっと欲しくなって買っちゃいました。これね、ブリーフとかあったら嬉しいなと思ったんですけど、まあね、とりあえず、ボクサーが出たのでボクサー買いましたっていう感じですね。でちょっと開けていきましょうか。はい、感じですね。はい、柄がね、いろいろヤシの木とか、イルカとかハイビスカスとか、あとなんや、後ろの色か、可愛いっすねあ、もっといろいろあるな。カクテルとかパイナップルとか、うん、このね、ネオンっぽい、この、なんて言ったらいいですかね、滲んだ感じ。このデザインめちゃくちゃ可愛いっすね。あー、これ、ブリーフが欲しかったな。うん、めちゃくちゃ可愛いっすね。これね、もうちょっと違う色とか、もあっても、あー、でも、そっか、黒が一番やっぱ入るんかな、ネオンから。まあ、ネイビーとかもあってもね、いいような気がするんですけど。うん、めちゃくちゃ可愛いっすね。うん、めちゃくちゃいいと思います。まあね、あんまね普段ボクサー履かないんですけど、これはちょっと履きたくなるかなうん、めちゃくちゃ可愛いと思います。はい、じゃあちょっとね、これ早速履いていきたいと思います。はい、こちら履いてみました。うん、めちゃくちゃ可愛いですねこれね、お尻の方やっぱね、絵柄がバーっと全種で綺麗に入ってるんで、お尻の方可愛いっすね。はい。まあ、形はね、いつものエッジさんのボクサーの、ローライズボクサーの形そのままって感じですかね。はい。まあ、これは柄で勝負って感じですね。うん、めちゃくちゃ可愛いと思います。いや、本当にね、これね、ブリーフあったらめちゃくちゃいいのになって思うんですけど、ブリーフね、出してくれへんかな。まあ、多分、一発物の企画というか、これ単体でね、終わりの気はするんですけど、うん、めちゃくちゃ可愛いですね。はい。ということで、まあ、ちょっと一枚だけなんでね、サクッとっていう感じになってしまいましたけれども、本日はこちら、ネオンリゾートの、ボクサーパンツのご紹介でした。では、Thank you for watching my video。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。スミクスタイム、バイ。